どうも、おとはです。今回のえはらきチャンネルは前回に引き続き箱根旅行です。プールも温泉も存分に楽しんで、帰りの電車はぐったりでした。それではえはらきチャンネル始まります。はい、今日は箱根ユネッサンにやってまいりました。もう遊ぶ気満々でね、朝から行きましょう。じゃあなんかディズニー感あるのよね、ディズニー感が楽しんでる。ちょうどいいね。楽しいやっちゃやないかい。気持ちよすぎて寝てもうた。かわいい。気持ちよすぎて寝てもうてるやん。楽しんでますか？安定のカレーとラーメンやな。いやー、いいねいいねいいね。ひと夏の思い出になっとるね。運動した後食べるの最高。なんか美味しいんだよな、こういうとこで食べるのって。遊園地とかもそうやけど、雰囲気大事ね、やっぱり。雰囲気大事だよ。肉巻きおにぎり、それパパが頼んだんですけど、おいしい。いや、買ってみたら言われてますけど、もう美味しいわ。いやいやいや、あのパパが頼んだんですけど、食べていいとか言ってないですけど、美味しい。しょうがないな。美味しい。はい、今日のお昼ご飯はハワイランチです。ナチョス、ロコモコ、ロコモコっていうかハンバーグランチ、サラダと。いやー、もう多分パパこの箱根旅行中はね、太ります。全部、まあ、帰ったらまた痩せますんで、午前中からいっぱい動いてお昼ご飯いっぱい食べて元気やな。そう、ラーメンも食べたしカレーも食べました。ハンバーグいきます。兄さん、これ、どうですか？うわ、ハンバーグトロトロ具合。ナイストロトロ。ナイトロ？ナイトロですね。いただいて一瞬。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。それはうまうまでしょ。肉汁系？それとも、あの、固めのやつ？ハンバーグ。わかっとるわ。さっきカレーとラーメン食べたけど、食べますね、あなたたち。食べたっけ。ふうなんかカレー一つ丸々食べてたで。辛い。辛いな。これバッファローウィング辛い結構。デビルデビルバッファロー残虐ナンバーワン。気をつけてね。あ、出てきた。オニオン発掘した。あの人にバレたらヤバかったじゃん。知らんぷりしてるけど、うん、盛り上がってます、盛り上がってます。お元気お元気。さあ、2日目も終わって入ってたちゃんと入れといてよ。三姉妹何してんの？なに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 、キャッツやキャッツ。ねるたやって。キャッツマスクやキャッツマスク。ねるたやってくだい。全部持ってかれてるやん。ウー君に。何これ、パック？パック。キャッツパック。ね、音だけなんかまつげついてるの。やっぱ今日も日焼けしたからね、ちゃんと潤いを与えとかないと。なんか中国の変面みたい。チャーショーリオーチョーリロ。バッバイみたいな。ちょっと
やって。ヘビ。チャ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 今日はあいにくの雨でございます。ねえ、でもプールの日が晴れでよかったよ、本当に。うん、もりもり食べ野菜。はい、箱根彫刻の森美術館、名前だけ聞いたことあったけどね。美術館、美術館って正しい？どうでしょう、一回体験してみたら分かるな。美術館行ったことないよね。美術館ね、おと遠足で行った。あら、本当？どうやった？なんか綺麗なものいっぱいあった。ざっくりしてるけど合ってるな。みゆは美術館は？あのね、一回修学旅行で行った。別のとこどうやった？見てみた感じ。あ、美術館か、ね、美術館で行った。美術館なんかあんのかいな。美術館あんまり行ったことない。でしょ、新しい経験よ。だからもしかしたらハマるかもしれんし。確かにな、一回やってみないと、いろんなことね。見ないでしょ。そう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 、来ました。あっち見たんでしょ。え、あっち、うん、あー、なんかかっこいいの動いてんな。水で動いてるように見えるな、確かに。今度ここで遊ぼう。今度ここでな、晴れてる時ここで遊ぼうか。テンションだけはもう大快晴です。この子はずっと元気やわ。地図あった。ここがなんかネットがあるのに。子供って書いたもんね。そう、広いんだな。これ晴れやったらたまらへんやろうけどね、うん、あ、温泉足湯とかもあるんだな。そう、足湯もあるから。過疎感すごいな。へぇ、幸せ呼ぶシンフォニー彫刻。まあ、ちょこちょこ彫刻がいっぱいあるからね。これ見てみよう、見てみて。イエイイエイイエイ。あった、 あ、これだ。いや、皆さん彫刻の森でシールラリーやってますね、はい、ありました？見つけました？これです。どれどれ？これですね、これ。それ？それがあれ？あちら？あちらです、これ。ああ、ほんまや、ほんまや。棒持ってる。宝探し的に楽しんでるな。意外となんかめちゃくちゃ広くなくて、うん、いいね、散歩コース的にもちょうどいいな。雨も止み始めて、いやー気持ちいいよ、山って。見て、ピカソ、ピカソ、ピカソ。いや、もうピカチュウやん、ほとんど。すごく絵がいいよ、いい絵だよ、これ。考え込んでる人いるよ。ストレッチする人ちゃう。うずくまる女です、これ。わかります？美術わかります？うずくまる女。はい。そう。足湯しております。湯気と湯気が混ざって大きくなってるんだ。うん、いいね、これちょうどいい温度、41度か40度ぐらいかな。さんざん入ってきたのに。この2日間さんざんお風呂入ったで。あ、ここに入りたいの。いやー、足湯も足湯初体験じゃない。やっぱでも足だけ使ってても温まるな。なんか鮎のつかみ取りしてるみたいな。そんな、こんな41度のところに鮎いないですから。お姉さん、奥でずっと掴んでますけど。いるんですよ。いるんですか。こんぐらいに。えー、
稚魚がいるんですか。稚魚何してんのあの二人。帰りにちょっと箱根犬元を見ようかなと思いました。あ、綺麗。え、すごいいい景色。あ、こっちも綺麗じゃない。うわ、なんかいいね、旅行感あるね。絶景を撮りに来ました。映えにこだわる12歳、記念撮影を子供たち同士でするようになりました。おしゃれなの撮っております。おしゃれなのを撮るようになりました。うちの子たちテンション上がるね。パパ食べたいのはこれだそうです。このコーヒーソフトは食べなあかんやろ。え、これなんでパパ食べたいんですか。なんかコーヒーソフトって美味しそうやん。確かに。あ、すごい見て、ハチミツソフトだって。かわいい。いいですね。ハニーなんとかだ、ハニーなんとか。温泉まんじゅう買う。なんか元祖って書いてある。元祖って書いてんな、確かに。パークやん。どうですか。おいしい。なんか団子だね。まんじゅうかな。おいしい。あ、めっちゃおいしい。買いまっか。買いますか。ちょっと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 はははちょっとちょっとはしまってる。時間的に閉まってる。ちょっとパパ、ティラミスかき氷がスイーツ界で一番好きなぐらい好きなのに。パパください、これ結構なの。あ、ダメでしたね。これは結構、これは結構でしたね、多分。ガイドブック載ってた。買う？食べる？蜂蜜ソフトクリーム美味しそうなの。あれ、あ、高い方ね、プレミアムの方ね。いいですよ、はい、みんなで食べましょう。こっちね、そっちだったのね、やっぱり。蜂の巣食べた。あれ、来ました来ました。みんなで食べる。蜂の巣、え、蜂の巣そのまんま。うん、ほら、へえー、蜂の巣すごいな。え、結構綺麗やな。一回上ソフトクリーム。ソフトクリームはソフトクリームで蜂蜜なんでしょ。味は？かじってみましょう。あ、結構柔らかい。本当？おいしい。蜂蜜はうまい。ガブッと。なんかね、なんだろう。砂糖のペラペラみたいな。なんか蜂蜜入りの砂糖のあの飴みたいな感じ。ああ、なるほど。黄金糖みたいな感じなのかな。あ、はちみつ味めっちゃする。これゴロッとさん。なんか皮っちゃ皮やな。ラミネートされたじゃん。だから皮でしょ。そう、難しいね。お、結構いったね。硬い。ちょっとだけ硬い。硬くはないけど。柔らかいよね。あ、最後歯に。うん、そう、残るね。うん。よし、これだけちょっと食べたかって。みゆさん。牛乳ソフト食べたかったんですよ。コーヒー牛乳ソフト。はい。来ました。すごい柔らかいらしいから気をつけてね。まっすぐ持ってね。柔らかいの。柔らかい。うん、おめだ。せんべい来た。焼きたてせんべい団子。結構小さい団子。これ絶対美味しいやん。ほら、小さいことめっちゃでかかった。300円だよね、これ。焼きたてせんべい。じゃあせーので食べよう。せーの。落ちました。そう、醤油つけて、うん、焼いとったもんな、目の前で。熱い。焼きたてやから。すご
美味しそう、いいじゃん。なんか箱根来た感じするな、ここら辺の食べ物。お餅もいい感じ。美味しい。味は甘辛系なのこれ。うん、甘辛系。甘辛系。うん。おおお。結構しっかり味。うん。濃い。おへんべい醤油の美味しいね。あ、焼けたてやからやっぱ香ばしい匂いが。次の動画で。ふくん。もうお帰りですね。よく楽しかった、うん、また行きたい。また行きたい、OK。お疲れ様でございました。はい、なんか今ね、すっごい暇な気分。もう3日間フルで動きまくってたからな。お姉さんお疲れ様でした。どうでしょうか。みゆさん一番眠たがってんな。眠くないです。いや眠たいよ、感じ疲れたよ。疲れました。あ、でもね、めっちゃ楽しかった。最後に閉店前の芋チップスを食べて。あーね、また行きましょうね。はい、また。楽しかったね。楽しかった。姉さんたちもね、また行きましょうね。はい、旅の思い出写真最後に見てもらおうかな。皆さん、また行きましょう。じゃあ、ありがとうね。バイバイ。